いつも製鉄所をあの全部見てますけども言ってるのはあのまあ黒,黒光りするようなね黒光りする製鉄所をしろとっていうのは新しいのを作ったってコストかかるだけですからそれでやはりその黒光りする製鉄所にすればこれは長屋で生き残れると自分で磨いてきれいにすると毎日毎日あの研究所の人もそれから実際に えまあ工場でえいろんな技術を磨いてるうまあ技術屋さんも含めてですね新しいことを毎日考えてで毎日その新しいものに向かって進んでるということなんですよね。いうことなんですよね。我々が作ってる鉄の製品もですね CO というか環境にいい製品を作ってるんですね。でそれはどういうことかっていうとですねまあ同じ鉄板じゃないかとこういうふうにこう見えるんですが。 分かりやすい例で言いますと、まあ、自動車がありますねとで自動車は今の自動車はほとんど鉄でできているんですけれどもでこの鉄をです、ね、薄くすると薄くしたら弱くなりますよねだから薄くても強い鉄を開発するでそうすると自動車は軽くなるわけですよねで軽くなった分だけ自動車が走るときの使用値は減ると。 いう意味からすると、そういう鉄を開発するということがもう一つのあの環境技術だということなんですね。これがもうまさしく日本の技術そのものであって、そうそう簡単にですね、まあ海外の人たちが真似できるということにはならない。そこが我々鉄とですね自動車の強みだというふうに思っているすね。例えばですね資源循環って考えたときにですね。 あのまあ、いろんなやり方あるんですけどもあのプラスチックをですね、えー、香炉に持ってくるでそれから例えばセメン我々の香炉で出てくる、まあ、スラグっていうのはあるんですけどそれをあの DC さんというセメント会社に持ってってセメントにするとかそれからあれはガスをですねあの化学会社さんに持ってってそのガスを使ってもらうとかいうことでですね もうその企業間でのですね、えー、循環ができちゃうんですよ。ですから、これはどういうことかというと。あの、この中にですね、リサイクルの企業が。いるんじゃなくて。その。そ本業はですね。リサイクルする。原料を使っちゃうんですね。これ全然違うんですよ。企業間でそう回るっていうのは、そう簡単には。なかなかないっていうことですね。稼げボタンっていうのは。一つはそういう。あの。 なんてんていうですかあの特徴というかですねを出すことができるとこれはですね他の都市にはないですね例えばエネルギー社会資源循環社会まあいろんな社会を作っていってでそれを全て企業間で回せるこういうのが理想的な,な環境都市じゃないかということですよね本当にいろんな企業さんがですねそういうのにかなり目覚めてですねやってるっていうのが今の,あの川崎臨海部じゃないかなと思うんですけどね。 一番のポイントはですねやっぱり羽田に近いってことですね当時は実はまだ国際化ってあまり言われてなかったんですよねところがですねまあ今回本当に国際化になっていう意味では非常にその意味がですね大きくなってきた羽田の国際の拠点の近くにあるということがいうのが一つからもう一つはですねあの景品工業地帯っていうのはあくまでも工業地帯ですからやっぱりそれがいつまでもね というのはやっぱりどうかというのは私自身思ってますからそういった意味でそのどんどん海外にこう移転しちゃう中で技術だけは我が国に残しとこう研究は我が国に残しとこうこういう会社は多くあるわけですよねそういう意味での研究拠点をいち早くですね研究拠点にいち早く変えていくいってるという意味が大きいってことですね。あれれいずどどどどん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  核になって、いろんな研究拠点が入ってくれば、ある意味では素晴らしい。私は研究拠点になるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、特に川崎市というあの地のりを見ますとね。もともと山の手にはですね。非常に高級な住宅街があって、それでまあ、駅前があって、南は工業地帯だったものが駅が要するにまあ、ミューザーができたり、音楽の街になったり、ショッピングセンターがあったりして。 駅自身が核として変わって、それで北側はですね。もうどんどん住宅がさらに私交渉を含めてえ開発されていくそうすると工業主体の間に何ができるかというと、やっぱり研究拠点ができるとそうするとあの川崎という。そのまちょっと細長い地形からすればですね。ま非常にまとまったですね。分かりやすいこう。都市になってくる。僕はね。ライフイノベーションっていう意味からすると。 いいっぱでできるることあるとあ思うんですよ例えば神奈川県に住んでる人が難しい病気だった時に本人が公表してよければデータが例えば全てこっちに行ってねそれであのコンサルテーションしてもらうとかアドバイスができるとかどこの,その行けばいいかとかいうようなことがね少なくともできちゃうとかまあライフイノベーションって来る人もいるかもしれないけどもそれだけじゃなくていろんな技術を持って 来てる人が来たら、この県民会議にはいろんな企業がいるわけですから、まあ極ことはどこ行ってもですね、どっかマッチする企業あるはずなんですよね。そういう意味ではいろんなあの企業とですね、あの手を組んで世界に出ていくということは、まあ非常に面白いんじゃないでしょうかね。我々もですね、そうなんですけど、今の企業ってのは一社じゃねえ、どうにもないんですよ。一つの企業が A という研究をするために来るだろうけどはめは、それで終わっちゃいかんと。 そこも組み合わせをするなり情報の拠点を持つなりして住んでる人にとってのニーズを考えてもらえればもっとソフトだけでもたくさんのことができると思ってるんですねだから行政が今入ってそういうセンターをね例えば情報センターみたいなのも立ち上げるとかいうのは一その企業とか一何とかじゃできないそこにもやっぱりまあメスを入れるというか新たな発想で 作り上げるともっともっともう素晴らしいみんな来ますよね。そうすると日本国が変わっていくんですよ。そのベースはどの街にありだとこうなるわけです。そうするともうとんでもないラウフィノベーションができると。